私たちはアミンチュを応援しています。見たよ、カイツブリ。来たよ、僕の街。6時だよ。知ったかぶり、カイツブリニュース。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。保育士さんになりたい、みんな聞いて。滋賀県も保育士さんが足りてへんねんって。でも実際どんな感じなんか先輩たちのお話聞いてみて。滋賀で一緒に保育しよう。保育士になってよかったことは、その明けに行った時に寂しかったよとか子供に言われた時にもキュンみたいな。ずっと鉄棒ができなくて、なんかもう練習したくないとか言いながらも最後まで諦めずに本当にたくさん練習して、最後に本番ではちゃんと成功させて。保育園ではどんなキャラ？僕のところなんかは先生って呼ばないんですよね、あだ名呼びなんで。僕岡田なんで岡田ピって言われてる。岡田ピ赤ちゃんとかでもピーピーって呼んでくれはったりとか、名前だけでちょっとアイドル感ホラー吹きキャラみたいな。でこれ何、これか、これ押したらな、その瞬間宇宙に飛んでくね、見てたら、お腹に来たみたいな。なんだか僕はその子供の歌とかを、作る活動をしてて、子供の姿を歌にしたりとか、子供が遊んでたことを手遊びにして、その場で一緒に盛り上がるっていうのがとっても楽しくてやっております。スクイクキングレコードさんより CD が出ます。保育士のやりがいは？教科書通りに何かが進むわけじゃないし、こんなもの作ろうと思って材料用意してたんやけれども、全然違うことを子供がやって、あ、これをこう使うのかみたいなのを見てるのはすごい楽しい。自分にはない世界をね、見せてくれる。いろんなお母さんのしんどさとか、子供たちへの笑顔とか、で同僚の優しさ厳しさとか、いろんなものを感じるので、いろんな人を支えてもらいながらやってんやなっていうのをすごく毎日思うので、すごく人に大事にされて、その気持ちをこう返していける。24年やってます。初めて年長を担任した子供たちがこの1月成人式を迎えられる年になりまして、大きくなってまた改めて出会った時に、先生ありがとうって言ってもらえた瞬間が多分一番やりがい感じた瞬間かなって。滋賀で一緒に保育しよう。保育所、認定こども園などで働きたい方を募集しています。新卒の方も、もう一度保育の仕事をしたい経験者の方も大歓迎です。詳しくは滋賀県保育士・保育所支援センターまで、滋賀保育で検索してください。知られざる滋賀の動画がいっぱいのウェブサイト、ウェブアミンチュー。例えばこんな動画がいっぱいです。私たちは長浜市長浜まちづくりセンターで活動している長浜組紐教室です。組紐とは
日本で1500年の歴史を持つ伝統工芸です。丸台や綾竹台で組紐を組んで帯締めやキーホルダーなどを作っております。私たちの組紐はドイツをはじめヨーロッパに出展していて、海外の皆様に大変喜んでいただいております。活動日は第1、第3金曜日の午後1時半から午後4時半までです。白い糸を草木染めに染めていく、どんな色が出てくるか楽しみなんです。その糸をまた組むと、どんな柄でどんな色の具合が出てくるかっていうところがまた魅力なんです。ご興味のある方、お気軽に一度見学にお越しください。お待ちしております。楽しく活動しています。次はこれ、あのなひのなコロニガヤネ。あー、忙しい忙しい。あのな、ひのなママのお手伝いしたいねん。あら、じゃあお使いを頼んじゃおうかしら。お使い？日の名物の富士あられさんで、おばあちゃんが好きなあられを買ってきて。うん。あのな、日のな、お使い初めてやねん。このお嬢ちゃん、ジジの手を引いてもらえんかな。うん、ええよ。おじいちゃん、お家まで送るな。いや、ここで結構じゃ。ん？ひのな、これ欲しいねん。ワン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 。道は工事中だから、あっち通って。うん、あ、藤あられ。ようやく来たね、お嬢ちゃん。あのな、ひのな、あられ欲しいねん。藤あられ本舗。日野町で採れたお米を使い、丁寧に手作りした30種類以上の焼きたてあられを販売しています。県外からもお客が訪れるほどの人気ぶりです。何味だい？おばあちゃんが好きなマヨネーズ味。あら、今ちょうど売り切れて。ガーン、コロニガヤネ。ほんなら、日の名の好きな甘いザラメ味は？はい、どうぞ。ひのなちゃん、それは初めての買い食いよ。しょうがないわね。あのな、続くね。次はこれ。湖南市の多目的グラウンドで活動している合成ベンチャーズです。僕たち合成ベンチャーズは毎年春から夏に行われる中学軟式野球大会に向けてみんなで楽しく練習しています。高校に向けて故障しない体作りやストレッチにも力を入れて頑張っています。活動日は毎週土日の8時半から16時半までです。
指導者さんに教えてもらったことを試合でしっかり発揮して一歩一歩成長していくことです。中学1年から3年で湖南市はもちろん近くに住んでいる人で野球が好きな人を募集しています。気軽に見学に来てみてください。今年の大会優勝するぞ。アミンチュ。フレ。次はこれ。懐かしい滋賀が映像で蘇る懐かしが。1989年の草津宿場祭り、お天気は雨。第21回の宿場祭り、あいにくの雨で大変残念でございます。スタートオンされまして、これからお姫さんが乗り込みます。この時間も当時流行していた渾身姿の皆さんも、ずぶ濡れになりながらも笑顔でアピール。道中にはこんな障害も。見ている方から笑顔がこぼれます。雨にも負けず楽しんでいる町の人の様子がフィルムに残されていました。こんな楽しい動画がどんどんアップされるウェブアミンチュ、みんな見に来てな。知ったかぶりかいつぶりニュース。今日のエンディングはこちら。番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。見逃し配信やってるで。ウェブアミンチュで。